パパが汚ねえやん、空気サリンが巻かれたレベルって感じ。総額ね、110万円の空気清浄機を買いました。その名もエアドック X8D プロですね。約40畳を30分で空気をきれいにするっていうやつですね。このガレージはね、全体的にブースみたいになってて密室になってるんですけど、ホコリが宙に舞ってるっていうことで、こいつね、3台導入してホコリを退治したいと思います。対応します。何がいいってさ、フィルター交換いらないんだよね。フィルター掃除してずっと使えるっていう。10年ぐらいでかフィルター。これフィルターカバンみたいな。マガジン入れます。ガチャン。これがプラズマ発生して、うわーって菌をぶち殺すやつです。ラッピングすると本当にホコリに悩まされるから。そうなんですよね。ちょっと1台試しに稼働してみますか。スイッチオン。葉っぱが汚ねえやん、空気。513。サリンが巻かれたレベルって感じ。マックスキャッポにしてみるか。レベル5。空気全然汚れてないのかな。60とか。俺気にしてんのホコリだから。ホコリここでしか吸わないけど、本当にこれホコリ大丈夫なのかな。TM レボリューションみたいな。はい、ということでエアドックですね。よかったら買ってみてください。